さあ、ラッセル会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての三国天武入門動画ということで、久しぶりなんですけどね、方向と勝位について解説していきたいかなと思います。まず、方向システムなんですけども、こちらの成長のところで、主君を選んで、この右から2番目のびっくりマークがついてるとこですね。まあ、皆さんにびっくりマークがついてるかどうかはわからないんですけど、今現状僕にはびっくりマークがついてるというところですね。方向と書いてあります。ここから方向ページに飛ぶことができます。で、このシステムっていうのが一体何のためにあるのかというところなんですけども、簡単に言うと、武将の能力の底上げというのが、一番の目的だと思います。合わせて主君の能力値も上がるということなんで、コツコツと上げていくことをお勧めさせていただけたらなと思います。で、左からマークを見ると、弓、扇、剣、盾という順番になってますよね。で、この言うたら対応してる武将が強化されるということです。一番左の弓マークの方向を育てると弓武将が強くなると、扇のところを育てると扇武将が強くなるという感じになってるんですよね。まあ、全ての武将に対してという能力アップもありますし、主君に関してはどの方向を育てても能力底上げできるということにはなってますけどね。そしたらこちらちょっと扇の方で見ていきたいかなと思うんですけども、はい、このようなページになってます。左上、連度5、経論項という風になってますよね。で、星が6つあるうちの3つがついてるという感じになってます。で、これ、星を6つまでマックスにするとですね、一応その連度6が解放されるということになってるんですね。で、右側、いろいろ書いてますけども、主君負荷、武将負荷、内政負荷という感じで上からこう書いてますよね。で、武将負荷の一番下、すべての武将のスキルダメージプラス 5% と書いてあるところの右に赤文字で連度6解放ということを書いてますよね。これは一応この星を全部6まで埋めて連度っていうのを6に上げた時にすべての武将のスキルダメージっていうのの 5% アップという恩恵が受けられますよという意味なんですね。こちらで見ると連度2の弓ということになってるんで、右側のその連度丸解放というのがたくさんありますよね。主君負荷に関しては連度1解放、連度3解放、連度5解放の時に、攻撃力とか体力が上がるという仕組みになっております。で、武将負荷に関してはまだレベル2になってるんで、弓系武将の攻撃プラス 5% というところが解放されているだけということになってます。一番下の内政負荷に関しては連度いくつで解放ということは書かれてないんですけども、このような感じで連度を上げていくとどんどん追加されていく感じですね。訓練速度が上がったり、あと獲得できる資源っていうのの割合が増えたりというのがこの内政負荷ということになっております。なんで、じっくりとね、工場やって資源をたくさん取れる状況であるという方はですね、この内政負荷よりも主君負荷とか武将負荷なんかに重きを置いて、この育成を進めていくんじゃない、いいんじゃないかなと思いますけどね。で、このように剣のところは何も解放してないです。なんで、右側の連度丸解放というのが全て赤文字で表記されているという感じですね。内政負荷に関しても一切ないということになっております。で、ランクアップと左に書いてますよね。で、なんかオレンジ色のアイテムが20で、あと宝珠が2万ということになってますけども、これが一応、この連度を上げるためのアイテムということになっております。で、吸収石というんですね、このオレンジのアイテムね。これを手に入れないと全然この連度を上げるのは進んでいかないよということですね。こちらの扇に関してもこの吸収石が必要ということになってます。一応必要なアイテムって言ったらこの吸収石だけになるんじゃないかなと思うんですけども、連度1から連度2とかいう感じでジャンプアップするときっていうのはですね、根玉も必要になってきます。で、例えば扇の場合だと食かな、食の根玉が必要ということになるんですけども、各剣、盾、弓に対応してですね、義、あと語、あと軍友ですね、の根玉が必要になってくるっていうことになってるんですけど、根玉ってね、案外意識して取りに行かないとたまらないんですよね。なんでこの指定された根玉っていうのが足りない場合っていうのは、神秘商店とか、あと軍団商店なんかで、原宝や航空、あと基地札なんかを使って購入することをお勧めします。これをしないといつまでたってもこの方向が上がらないということになるんでね。
この底上げ値っていうのは結構期待できる部分が大きいんですよね。なんでなるべくなら早く仕上げてしまいたいシステムということになってるので、僕のサブアカなんかでもですね、育成する要素っていうのはたくさんあるんですけども、この方向に関しては優先的に育成するために混浴なんかは一応もう購入してるということになってますね。原稿とか基地札とか、まあいわゆる課金アイテムですね。なかなか手に入らんのですけどね、それを使って一応貯めているという状況になっております。で、ただ吸収石に関してはですね、僕はそんなに課金して取らんでもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。それはなぜかと言いますと、この戦記ですね、これ毎日こうタップするとですね、この下側戦記負荷と言いまして、妙手回春なんていうのだろうなぜ今日の武将と主君の治療が 30% 加速と、この恩恵が受けられるということなんですね。で、それと同時にですね、吸収石って結構5個ぐらいくれたりするんですよね。なんでこう結構原宝とかで買うと90原宝かな必要だったと思うんですけども、割高なんですよね。毎日くれるアイテム、大量にくれるアイテムにしては買うときは高いという感じになってるんで、僕はですね、美課金程度の方やったらですね、この吸収石っていうのはこの毎日もらえる分だけでいいんじゃないかなというふうに考えてますけどね。コツコツといった感じですね。まあやっぱりそれでも早く育成したいという方はもうそれは原本なり航空なり使って貯めていただけたらなと思います。そこら辺は自己判断でということになりますね。で、基本的にどれから上げていったらいいのかというところなんですけども、使う武将によるかなっていうところはあるんですよね。最近だと弓武将に関しては使っている人が減ってきてますので、そこまで優先的に上げる必要はないんじゃないかなと思うんですけども、他の3種扇剣盾に関してはやっぱり使ってる人多いので、こっちをメインで上げていく人が多いんじゃないかなと思うんですけども、どれでもいいからとにかくなんか早く強くなるのを上げたいということであれば、おすすめするのはこちら、今僕が育成を進めている扇ですね。これはなぜかと言いますと、武将負荷の一番下見ていただけたらと思うんですけども、全ての武将のスキルダメージがプラス 5% ということになってますよね。これ結構強いと思いませんか？扇武将のじゃないんですよ、全ての武将のスキルダメージが上がるということなんで、これを早く獲得したいがために扇を育成しているという感じなんですね。かてこの弓になると、全ての武将の攻撃力が 5% 上がると。この攻撃というのは通常攻撃のことですね。なんで通常攻撃のダメージが上がってくれるより、スキルダメージが上がってくれる方が嬉しくないですか？スキルダメージの方がダメージ量でかいですからね。なんでこの弓よりも扇をメインで育てる方がいいんじゃないかなということを考えてるわけなんですね。で、盾に関してもここ、武将負荷の3番目、全ての武将のスキルダメージ軽減が 5% 上昇となってますんで、こちらも優先して、育てたいところですよね。で、スキルダメージ軽減って聞くと防衛向きのスキルというか武将負荷なのかなという気がするかもしれないんですけども、攻撃の時に自分の武将が死なないということも念頭に置くと、攻撃でも十分に活用できる、武将負荷ということになってるんですね。なんで剣、失礼、扇か、盾、この2つですね、この2つを優先的に育てていくのが一番強くなる近道なんじゃないかなと思うんですけどね。ただ最終的に長い間ゲームをやってるとしたら、この全ての方向っていうのはもう連動6になるんじゃないかなとは思うんですけどね。なんで1年後とか2年後に関してはもうこの全てが連動6になってるのは当たり前というような状況になってるんじゃないかなと思います。なんで課金とかで育成を進めるってなったら、やっぱ他の人より早くこの恩恵を受けたいからという理由で、まあ、行っていただけたらなということなんですけども、この方向に関しては連度6マックスまで上げるとですね、炎連というのが待ってるんですね。この炎連、僕は現状できる状態にないので口頭で説明させていただきますと、これもまた武将の基礎能力の強化ということになるんですけども、これが宝の鋳造であるだとか、あと神器の鋳錬のようにですね、いいパーセンテージが出るまで繰り返して行う必要があるということなんですね。で、こちらも使うアイテムは吸収石ということになるので、この炎錬に関してはやはり課金
たくさんされてる方と無課金、微課金の方だったら最終的にかなり差が出てくるポイントなんじゃないかなと思うんですよね。地道にコツコツやっていればいい数字が出るというもんではないと思いますので、ここら辺で、一応差をつけてるんじゃないかなというシステムになってるんですね。で、実際塩田をやっている様子っていうのが知りたいという方はですね、僕のリンクにトラさんであるだとかマーさんという方の、動画をですね一応貼っておきます。このお二方は動画内で塩田をやってるんですよね。非常に闇が深いシステムということになってます。見たら、あ、これはちょっと手を出すべきじゃないなと、おそらく美課金無課金の方は思うんじゃないかなと思うんですけどもね、興味がある方はぜひ見ていただけたらなと思います。そしたら次は少尉について説明していきたいかなと思うんですけども、この少尉というのはですね、武将の、まあ、基礎能力といいますか、武将に対する火力であるだとかいろんな負荷をつけるというような意味合いになるんですかね。まあ方向と似てる部分はあるんじゃないかなと思うんですけども、方向と違うのは各武将すべてに、少尉というのが当てはまってて、でその少尉を上げることによって得られる恩恵っていうのがバラバラなんですね。ここら辺がこの方向だと、まあ、奥義武将とか剣武将とかいう、こうひとまとまりでこう定められてるのに対して、武将はバラバラだというのが違うというところとですね、ちょっと例で見ると、この呂蒙なんかだと、この上川氷騎将軍とか古騎将軍って書いてますよね。ここら辺で、鍛えられるのが呂蒙ではなくて、フィールド上の遊軍かっこ東巡兵、あと泥棒トンコ兵狼、まあこの4種類がですね攻撃力が上がるみたいな感じの負荷になってるんで、武将の底上げっていうわけじゃないんですよね。なんでここら辺で自分が上げたい将位っていうのをじっくり見定めた上で上げていく必要があるということなんですね。そしたら将位ページ飛んでいきたいんですけど、このような形で、上表記将軍、下、国旗かな将軍というふうに書いてますけども、これは一応ですね、上かはなんか攻撃寄りかなという気がします。で、下かは防衛寄りかな。これは防衛っていうのは守備という意味ではなくて、例えばこの呂蒙に関しては兵のステータスが上がるということなんですけども、兵が死ににくくなるみたいな感じですね。で、上に関しては兵の攻撃力が上がるみたいな感じになってます。ここら辺はどの将位も基本的にそのような流れになってるんじゃないかなと思うんですけどね。で、この真ん中のでっかいマーク、ここをタップするとこの将位スキルの説明が出てきます。フィールド上の刀順、泥棒、トンコ、オオカミの体力を上げるということ で死ににくくなるということですね。で、上の表記将軍に関してはレベル2まで上がっているので、このパーセンテージが上がっているということになっています。で、下になんか星座の並びみたいなのがありますよね。帝長、権威、軍医、都医とかで書いてますけども、これはここだったら解放していないので、どこも光ってない状態になってますよね。かたやこっちはピカピカ光ってて、右の都督と将軍だけ光ってないということになってますね。ここはあるアイテムを使ってあげるとですね、光っていくと。で、将軍最後までここを光らすことができたらですね、この将位レベル、スキルレベルが3になるということですね。帝長を解放すると、スキルレベル1、この皇位を解放するとスキルレベル2、将軍を解放するとスキルレベル3になるということなんですね。で、ここで必要なアイテムというのがですね、ここ、今40と赤文字で書かれてますけども、この閃光器というね、なんか巻物みたいなアイテム、これが必要になってきます。これをたくさん使ってどんどんこの将位というのを上げていくというシステムになってるんですけども、この節目ですね、将位スキルレベル自体が上がるポイントになると必要なのがこちら、聖章霊というのも合わせて必要になってきます。で、結構聖章霊に関しては割高なので、なかなかたまらない部分はあるんですけども、閃光器と比べて必要な数っていうのが少なくなってるんですね。閃光器はこういう権威とか軍医、都督とかこういうところを上げるにも必要なのに対して、聖章霊かなに関してはこの3つの節目、消費スキルが上がるタイミングでしか必要としないので、そうですね、やはり遠方とか基地札とか使って取るということであればですね、聖章霊よりはこの閃光器を取ることを優先するのがいいんじゃないかなと思います。で、合わせてこんな感じで右端、星6武将って書かれてますよね。こういった武将も必要になってくるので、普段から
まあ、小根ですかね、が溜まってるっていう方は、どんどんガチャ回して、餌を作ってですね、米とか、宝珠が溜まっている間に、どんどん、この、言うたら、武将のレベルっていうのを上げておいた方が、いざ、この将軍を解放するぞっていう時に、武将がいなくて、武将を育てるところから始めるってなったら、結構めんどくさいですよね。なんで、事前に集めておくことをお勧めしたいかなと思っております。で、一応、将位の種類、こんな感じで見ていけたらと思うんですけど、これね、全部の武将を見るわけにいかないんですよ。なんで、まあ自分が使ってる武将の勝利を上げるのが一応スタンダードかなと、基本なのかなという気がします。で、旅網の場合はここ、東巡兵とか東高とかの攻撃力を上げたり体力を上げたりっていう効果が出るとなってますけども、これ旅網が編成に入ってなかったらこの恩恵って受けられないんですね。なんで、例えば長領なんか、ここですね、長領の勝利を見るとですね、勇士と虎の攻撃力を上げるという効果があるんで、あ、これええやんって思いますよね。虎の攻撃力上げたいわって例えば思ったとしても、これ長領が編成に入ってないと意味がないんですね。なんで、自分が使わない武将の勝利っていうのははっきりと上げる必要がないということを念頭に置いとってもらえたらなと思います。で、先ほども言いましたが、基本的に下側は兵とか、あと施設なんかがですね、死ににくくなる、壊れにくくなるみたいなタイプの勝利ということになってますね。で、武将によるとこんな感じで3つ、一応勝利があるということなんですね。で、さらにこの言うたら攻撃と防衛で1つずつつけれるということになってるので、どれをつけるかっていうところ非常に迷うところになると思うんですけども、ここら辺はね、一つ一つの武将に対して、ここはこうした方がいいですよみたいな説明はいたしませんので、一応自分で確認していただいて、これ欲しいなと思うところに先行機を突っ込むべきだというふうに考えます。で、説明しない理由っていうのは、重視してるポイントっていうのが人によって違うからなんですよね。地上戦とか防衛とか頑張りたいっていう人と、先行頑張りたいっていう人だったら、上げたい勝利っていうのは当然変わってくるわけなんで、説明しないということでさせていただいております。で、一応この持ってる武将の、この勝利って言ったらですね、ここ、勝利スキル、レベル1の状態の補正というのが表示されてるんですね。3%。で、下は 2% ということになってますよね。じゃあレベル3にしたらどのような恩恵が受けられるのかというのを確認したい場合、何パーセントまで上がるのかっていうのを見たい場合というのはですね、この武将図鑑から見てください。武将図鑑で画僚諸葛をタップすると、で、勝利のところをタップしたらですね、勝利スキルレベル3になった状態の、パーセンテージというのが表示されております。なんで、上からだったら体力プラス 10%で、下だったら 8% ということで、3と2とかだったらですね、3倍から4倍ぐらい、変わってるということになってるので、育てがいがあるかなということになってますよね。で、ちなみに僕なんですけども、一応今はですね、旅網を、勝利育成しております。あとちょっとなんですけどね、さっき見てもらったんですけど、あとトトプト将軍を解放できたら、勝利スキルレベル3が、まあ、うち僕に恩恵として、まあ、授かれるということになるんですけども、今狼とかの攻撃力は 12% アップということになってますけども、図鑑で確認するとレベル3になると 25% アップということで、倍以上になるということですね。これはかなり強化されるなということで、僕今一生懸命心を上げてるというところになっております。方向に関してはこんなところかな。一応、遠恋みたいな深い闇はないという感じになってます。コツコツと仕上げていくという感じになってるんですけども、方向と違う点っていうのはですね、仮に僕がもうこの旅網を使わないとなったらですね、この旅網につぎ込んだ、先行機か、先行機とか青少令っていうのは、まるまる無駄になってしまうというところなんですね。で、なかなか手に入りにくいアイテムということにもなってるので、先行機、青少令を使うところ、使う武将っていうのはですね、慎重に考えていただいてですね、後々後悔せんようにね、していただけたらなというふうに思いますけどね。まあ、どんだけ強い武将でも最終的には使えなくなるということがほとんどなんでね、1年後2年後にどのような編成になってるのかっていうのは誰にも予想はつかないんですけども、で、まあこう無駄になったら嫌だなという場合はですね、もう早めに上げてしまって使う期間というのをちょっとでも長くしたらですね、損した感っていうのは
まあ、薄まってくるんじゃないかなと思うんですけども、やはりここら辺はね課金次第っていうところはありますよね。基地札とか原宝で、まあ、僕の場合先行機に関しては買ってるんですけどね、聖少霊は買ってないっていう感じなんですけども、やっぱりそんな基地札とか原宝もね美課金無課金でボカボカたまるもんではないので、ご利用は計画的にということですね。先ほど方向のところで今玉なんかは原宝で買った方がいいんじゃないかなと思いますみたいなことを説明させていただきましたけど、僕がそうやって原宝とかで買った方がいいっていうのを全てね買ってたら全然たまらなくて、今度福の神イベントなんかで武将が取れないみたいなことにもねなってきかねないので、どっちがいいかとかどの辺まで課金でやるかっていうのはですね、もうバランスをね取ってやっていただくしかないということなんで、あまりちょっと参考にはならない動画だったかもしれないんですけども、どのようなシステムなのかっていうのがねちょっとよくわからないという初心者向けの動画になってるんでね、これから将棋を育成するという方に関してはですね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。